こんばんは。お話し会でした。ありがとうございました。平屋見るとサウナ行きたくなっちゃう。ねえ、サウナめっちゃ行きたい。今日の服装はこれ、なんかこのネックレス持ってたんだけど、私なんかネックレスを使う機会があんまりなくて、久々にこの服着たらなんか首元がこうちょっと開いてて寂しいから、ネックレスが合うかなと思って今日はつけてみた。これハートになってます。ちょっとこれ半袖っぽいけど、全然昼間はこれでも平気だそうだったけど、これにジャケット着てました。後でインスタに写真、今日いっぱい写真撮ったから、次の30日が待ちきれないです。次は30日なので、ぜひ皆さんも来てください。今回は全日程参加だから、そうなの、全日程参加だから、なんかね、そう、追加してくれた人もいる、今日お話し会して、今日の私服カフェの店員さんっぽい。後で見せるね。お話し会受付してますよ、だって。みんな会いに来て。今日前髪をねちょっと下ろしてたんだけど、前髪を上げてみようかなとかも思ってたり、今日はね、前髪のね、調子が良かった。服はどんな感じだったかっていうと、こんな感じです。これなんか長いよ、ピース。結構長い。こんな感じです。
した。5月28日のお話し会申し込むよ。楽しみ、待ってます。出ます。何着てたのか全く覚えてない。ある意味嬉しい、ある意味嬉しい。だって私の顔を見てくれたってことでしょ。ある意味嬉しい。髪の毛伸びたなって思った。今日オンラインお話し会で自分が写ってるの見て髪の毛伸びたなって思った。これはキャンピワミ、ワミ、キャンピワミってなんだよ。キャンピワンピ、ん？キャミワンピです、これは。それに、これは別で、こういうのを着てます。はい、そう、今ね、ツイッターを更新しようと思ったらもう8時になっちゃった。たくさん写真撮ったんでね。載せようかなって思ってるよ。今なんか雨なめてたんだけど、めっちゃ下に下の歯にくっついちゃったね。お話できるっていいね。ね、楽しかった。メールも送ります。お待ちを。この服好き、かわいいよね。ネックレスもなんかちょうどぴったりな感じで。なんか4月はたくさんみんなになんか会えるきっかけを作る、なんかレッスンとかさ稽古があるからすごい楽しみっていう話を今日いっぱいした気がするね。本当は握手会がいいよね。私もそっちの方がみんなと会えるしいいんだけどね、なかなかね、コロナ目って感じなんですけど。
の写真のせいかな。劇場の日田屋をたくさん見たいです。新チーム B が始まるのでね、見に来てね。握手会できるようになるまで卒業しないで。しないでしょう。だって10年後までいてって言われたんだもん、あんなみんなに。チーム B 最善狙います。狙ってください。最善最善楽しみ。本当に B 公演が楽しみです。この写真どう？何のせようかな。今日ね、途中から巻いたの。ヒダヤとユイユイの絡みめっちゃ面白可愛くて大好きなので、新チーム B でもたくさん絡んでほしい。そんなにね、可愛いなんて言われたらもう調子乗っちゃうよ。誰かとツーショット撮った。今日はね、ユーナとナナセとスリーショット撮って、レミちゃんが隣に行ったからレミちゃんと撮って、あとはお代理とか、誰だっけ、レミタンのせよ。
メール見るのがいつも楽しみです。メール撮ってくれてありがとう。お便りカメラ直ったの、カメラ壊れたの。お便り今度写真撮ってたよ。お便り写真で迷っちゃう。全部可愛すぎてどれを出したらいいのって言ってみたいけど違うんだよね。漏れてるのを逆に探してる。欲しいって言うならこれかなみたいな。みんなのツイートを見る。何をしてるかなーって。マリアもいたの？オンラインお話し会。マリタン、いたかったよ。とりあえず5月の公演日を休み申ししました。お、嬉しい。じゃあ会いに来てくれるってことか。どうしようって悩ん、いつも悩んでそれ終わっちゃうんだよな。ね、悩んで終わっちゃう。もう今もう
今もするから。てか目がさ痛すぎて無理なんだな。花粉かな。話し会でうまく話せなかったらやっぱり悪い印象持ちますか。 いえ全く、全然私が何でも話してあげるよ、うるさいくらいに。投稿することに意味があるからね。もう悩まずに決めちゃえばいいのにって言ってるけど、めっちゃ悩んじゃうんですよね。これがみんなと写真撮るね。もう投稿するから、今売ってるから。思った意外とあっさりなツイートがいいね。オンラインお話かありがとう、みんなのこと大好きっての強いかな。君に決めた。いだやいつも遅いよ、前向きやって思ってるでしょみんな。でもなんか本命は結構お話し会は可愛い服を着ていくので、インスタに投稿しちゃうことが多いんだよね。うん、インスタに漏れてるのを投稿しようかなと思ってます。
とこれなんかエロいかもしれない、エロいかもしれないとか自分で言って、ちょっとなんか LINE がエロいかもしれない、体の LINE が、なんかみんな好きそうなやつを Twitter に載せて、なんか顔が漏れてる可愛いやつをインスタに載せようかなって思ってます。はい、みんなのためを思って。あ、今日ねいっぱい撮ったわ、めぐみんとも撮ったわ。めぐみんは私の妹です。めぐみん大好き、めぐみんとなんかめっちゃ気が合うんだよね。しかもめぐみんって今何歳だろう、まだだって二十歳じゃないんだよ、大人っぽくない？なんかめぐみんってエロいよね、おっぱ大きいしおっぱ大きいし好きさあ、彩香は誰の、誰の写真を載せるですか、でしょうか。レミ、レミってどういう字なんだろう、レミってどういう字あ、言っちゃったレミ、待って、ツイッターのタグ付けがどうやったら出てくるんだろう、言っちゃった、レミ言うてしまった。ああ。レイ。
難しいね、レイっていう。レミ、え、レってなんて変換すんのこれ。レイ、レイテレビ出てくるのかな。あった。したした。したんで見てください。ちょっとこれどう？なんかエロくない？ちょっと見てよみんな。コメントしてよ。どう？いい感じ？この写真。なんかすごいおっぱいの形がなんかすごくないこれ。いい感じ。そう、割とぴったり。なんかこれ S サイズなんだけど、私太ったからちょっと今ダイエットしてます。筋トレしてるの。そうだから筋トレでなんかくびれ作る筋トレしてるんだけど、その一時期結構痩せた時にやってた筋トレをもう一回再開してるんですけど、3日目でめっちゃ腹筋割れてきて、もともと筋肉質なの。お腹もともとさ、そのお腹にあんまりお肉つかなくて、血につくの、太ももとかだから、お尻とかはあんまり効果が出にくいんだけど、私はなんかね腹筋がね今痛くて効いてる証拠なんだけど、くびれてきた。グラビアのお仕事来ないかな、来ないかな。あれ一度きりか。雑誌でやりたいな。もうやりたい、やりたい、脱ぎたい、脱ぎたいすいません、脱ぎたい脱ぎたい。そうです、来ると思ってたのにな。みんなオファーしてくれ。でも今いろんなメンバーやってるからね、メンバーそれぞれね、やっぱ体型も違うし顔も違うし個性も違うから、なんかいっぱいいろんなメンバーがやればいいと思う。誰が担当とかじゃなくて、でその中からみんなが好きな見たいメンバー選べばいいじゃん。いっぱいさ、みんな魅力あるからさ。え、すごい、なんか
早い。オンラインお話し会のツイートこんなにもう言ってた。ありがとう。今日なんかお仕事っていう人がいっぱいいた感じがする。お仕事くださいってことね。そうです、そうです。今日割と結構なんかお胸強調型、お胸強調型服かもしれない。なんかぴったりしてるから結構ここで締めるときにでやないと結構ぴったりしてて、ぴったりしてます。ああ今日来なかった人かわいそうに、かわいそうに、このかわいいかわいいあやちゃんのこの私服見れなかった人かわいそうに。いいのみんな来なくて。いいの、申し込みしてるよ。申し込もう、申し込もう、みんな申し込もう。28日何着ようかな。ん ?5 月28だっけ。次違うよ、4月の30日だから、4月の30日なんで B のアイドルの夜明け公演の次の日です。これはみんなあの公演の次の日は絶対来てほしい。だってさ公演 B オンデマでも絶対見れるじゃん入ったら。だから今ここにいる人は絶対オンデマは絶対見るっていう約束で、でも劇場当たんなかったらオンデマね、でも絶対見に来てほしいんだけど、生で平井を、生平井を見に来てほしいんだけど、まあ、外れた人は絶対オンデマっていうのは約束で、その後も約束があって、あれですよ、オンラインお話し会30日来ることです。はい。OK ですか？仕事なんか休んでしまえ。私が責任取る。私がそこの会社に水着で行って AKB の歌を踊るから、それで許してくれるんじゃないですか上司さんは。失礼します、何々さんの推しの左と真彩香です。今からじゃあ上司の皆さんに何々さんの有給をもらってくださるように私が今からポニーテールと師匠を歌いたいと思います。でポニーテールにこうやって結んで、こうやってポニーテールに結んで、でもみんなね座ってる中でパッて脱いで服を水着になって、じゃーん、ポニーテール風の中君が走る砂まで
水着想像してポニーテールー休んでいいよねじゃんちゃちゃちゃんちゃ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 許してじゃんちゃ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 ん上司さん許してねキャこれでもうこれで私があの会社のね上司さんにねあの勇気を取らしにも取らせてもらえるように今の作戦を取るんでもう大丈夫今見てる人は安心して本当にその代わりオタクっていうことバレるしあの皆さんの会社の上司の皆さんに私の水着が見られることになるけどいいんですか？あ、まあ私からしたらね一石二鳥というかまたファンの人が増えてくれると思うしあのそのねファン自分のファンの人が見に来てくれるし一石二鳥なんで。上司さんにもね押してもらいましょう。その作戦いいね。その作戦取ったらファン増えそうだな。タコ方式みたいな。一人のファンの会社の人の上司まで広げてく私はみたいな。はい、今の私のこの案にいいと思っちゃった人はいいと思った人いいなとかちょっとこれはいいなとか平屋の水着みたいなとかちょっと今の私のこの作戦がいいなって思った人はもう手遅れです。もう私のオンラインお話し会も申し込まないとダメ。まだあのやってるんでまだ申し込みしてるんで来てください。しかも、7月30日は私の誕生日の次の日で何かあのみんながやってほしいことをリクエスト取って近々そこで何か30日をやりたいと思ってるので7月30日は絶対来てください。11日の13時まで受付らしいです。撮った人も追加してください。8月21日あったっけ？あ、あるね。ありがとう。でも7月30日も待っててほしいかもしれない。ダメ？早速追加してよ、平屋沼。あざとくて何が悪いのって言ってほしい。私なんか絶対芸能界にまあいつまでいるかわからないけどいるまでにあざとくて何が悪いのに出たいんですよね。一番出たいテレビです。
音楽番組も選抜にももちろん入りたいし、歌番組も出たいんだけど、あざとくて何が悪いの、本当に出たくて。だって田中みな実さんに見てもらえるってことじゃないですか。もう本当に出たいんですよね、あの番組に。今年はあざとくて何がいいのに出るっていうのを目標にしてみようかなこんな目標でいいのかなって思うけど、なんかもちろん選抜もそうなんですけど、その番組に出たいんですよ、はい、どんどん言ってこう。なんかね、編集者の方が結構ツイッターとか見てるらしくて、アイドルの結構あれアイドル出てるんですけど、じゃあ公約しよう。ファンの皆さん頑張んないと。だって私もいろんななんか写真とか投稿するから、ファンのみんなだってみんなもお願いします。なんか拡散、なんて拡散すればいいんだろうね。ハッシュタグあざとくて何が悪いの、出てないのに。あざといポーズ？別にあざといからあざとくて悪い、あざとくて何が悪いの出るってわけじゃないよね。なんか雰囲気じゃない、あれってやっぱなんかすごいモデルさんとか、そのミスコンとか出てた子とか出てたりするんだけど、なんか写真とかインスタとかが結構あざとい写真とか、あざとかわいい写真だと、あとリールとか、あの TikTok とかそういうのを投稿してる人がなんか出てるイメージなんだよね。だからだってあれって言ったら演技じゃん。ね、ツイッター俺も最近先輩にあざといって言われちゃう、なんでやろう。そういうとこがあざといの、ワイドがあざといの、そうやって言っちゃうとこがあざといんだよ。君の言っちゃうとこがあざといんだよそうやって普通言わないから。僕もあざといって言われるんだよねって、普通そうやって言わないから。なんでだろうって、しかもその後なんでだろうって言っちゃうとこがあざとい、そういうとこがあざといんだから。どういう案があると思う。でも結構なんか冷静に考えて2022年なんか目標は何にしようとか考えてて、まだ決まんないうちになんかとりあえずさ、メールとかで今年は何頑張りますって言うじゃん大体。あ、今年も上を目指して目の前になることを頑張って楽しく自分らしく頑張りますみたいなふわっと今ま、なんかマイペースな感じで言ってたんだけど、なんか不登校を考えた時になんかあざとくて何が悪いの毎回見てるんですよね。で
出たいなって思ったな。あれインスタ投稿しないじゃん。そうなんだよ、買って漏れ可愛い写真が最近撮れてなくて、それは本当に謝るんですけど、ちゃんともう投稿、今日はそれをねダメだなと思って、今日はたくさん撮ってきたんだから。あれハードルテレ朝ですよね。ハードルテレ朝、何なんだろう、何え、出てほしいってみんな言ってくれて嬉しい。でもあざとくて何が悪いのに、出た時あの出れるような女になれるように自分磨きも頑張らなきゃだし、演技も頑張んなきゃだから、とりあえずなんか自分磨きをするのと、ちょうど5月に舞台控えてるから、その稽古もちゃんと頑張って、その演技も自分に身につけて、あと今筋トレもやってて、いい体作りもしたいなって、田中みな実さんに見られてもおかしくないような女性になんか私がこんな堂々と言ってるのは申し訳ないんですけど、なりたいですね。テレ東は制作のトップが親友だから彩香さんめっちゃ押しときます。めっちゃ押しといて、もう本当にめちゃくちゃ押しといてください。水着はこれからも、水着もしたい。だからいつ呼ばれてもいいように、なんかすごく一回やって、なんか私ダメだったのかなって、なんかネガティブモードに入っちゃったんだけど、でもねそんなことないと思って、いつ呼ばれてもいいように毎日ベストな体でいようと思って、今はちょっとみだらな体っていうか、なんかちょっとムチムチ、まあ好きな人は好きですけど、あのちょっとなんだろう、腹筋が割れてないかのが嫌だったので、ちょっと筋肉をもうちょっとつけたいなって思って、でも太ってちょっとあのおっぱいはあのちょっと前よりは大きくなったんですけど、なかなか落としたくないから、なんかすごいスタイルいい友達にその綺麗になんか落とせる、なんかお腹の脂肪とかお尻の脂肪とか落とせて、なんかいいとこは残せる痩せ方を教えてもらって、ちょっと実践してます今は。はい、写真集も結構私の中で夢なんだよな。写真集も出したい。なんでなんか、でも写真集がめっちゃなんか10番みたいな、1位みたいになれるような女になりたいね、なりたいね。ファンの方がこの間作ってくれたの、水着じゃないわ。ファンの方がなんか私のこの間やったグラビアの写真集にしてくれたんですよ。見せてもいいかな？すごくない？
え、すごくない？エロくない？見て。キャー！バンしないで。これ CM で入れるかな。マイティアシエル。ねえ、めっちゃすごいよね。結構この時の体型ベストぐらいなんだよね。しかもセンシュアリティって書いてある。すごくない？すごくない？なんか誰これだ。なんか自分で見るの恥ずかしい。この時よりもうちょっとなんか筋肉をつけたいなとは思ってるんですよね。白黄色の水着、ああベッドで撮ってるやつ。これは結構顔がアップめですね。この水着もなんか可愛かったな。すごいファンの方が作ってくれたの、ありがとう。なんか清楚ですね、これ。こんな感じの。嬉しいね、これは本当に。ちょっとね、私が結構励みになる、これを見ると。ファンの方がこんな作ってくれたんだなって思った。この表情なんかエロいな。お風呂まだみたいな。あ、これは結構顔がアップめかも。私のベストショットこれなんですよ、水着。これ結構、これもベストショットで、この色の水着のベストショットがこれか、これ。これは田中みな実さんっぽくって言ったらこのポーズしてみるみたいな、でこれにしました。ちょっとおけつっぷりっていう感じの、こんな感じとか。これも結構好きかも。もうすごい、マジで写真集みたい。これはなんかすごいピンク、みんなにはなんか赤っぽく映ってるかもだけど、ピンクの水着です。これパパに見せられないもん、恥ずかしくて。あ、これかな、さっき白と黄色の水着。これはね、ベッドで撮ってるかも。白やっぱ好き？これはお風呂かな？
これ売ってないですよ。これはファンの方が私のグラビアをこう切り取って写真にしてくれました。それを今見せて、結構ここのカットもなんかね、あの配置がすごい完璧なのよ。ちゃんとなんかこうやってこういう感じでやってくれてて、あこれ結構すごいの。これなんかぼやけてるなって思いがちなんだけど、鏡越しに写真撮られてんの。これもこれ非売品です。これはシャワーを浴びているとこです。じゃん、で非売品もったいないよ。これはあのクルージングクルーズ船の、これ多分 AKB 新聞の表紙になってたやつかもしれない。東京湾の女、本当に。でもなんかディズニーの方から回って、ディズニーの方から回ってこっちまで来たのかな、お台場の。でもめちゃめちゃ寒くて、12月1日だったかな撮影日が。次の日もの、あの風邪ひいたんですけど、熱出なかったけど、超なんか偉そうにしてる女。最後これ、え、いいよね。私これ見た瞬間さ、最後これめっちゃいいなって、なんか私は分かってるなって思った。しかもこっちの横顔が好きなんですけど、こっち側、こっちのがシュッてなってて、こっちはなんかこっちのがなんか子供っぽい感じなんですよね。分かるかな。綺麗な感じはシュッてなってるのはこっちなんだよね。なんだろうね、この違い。そうだ、こっちが好きなんだけど、それで、ね、最後なんか夕日を眺めて見てる先はあなただよみたいなこんな感じでした。じゃあ今から今日夢に出て、あなたの夢に出てくるのはどの日だやでしょう。ドルーン、ストップ。あなたの今日の夢に出てくる日だやはこれです。あ、すごい、振り向き日だや、なんか振り向き日だやだよ。あ、振り向き日だやでしたね。じゃあこれで占いちゃうからねこれで占いちゃうから、元気がないそこのあなたには、元気がないそこのあなたにはこのひらやが元気をくれます。おけつひらやが元気をくれましたはい、ふざけすぎた、ごめんなさいって感じですね。ファンの方からもらったものは本当に大事にしてるし、手紙も読んでるし、服ももらったものは着てるし、だからすごい嬉しいです。
ドルがおけつ言わないの。ひだやはおけつ言うよ。ケツじゃないだけまだマシじゃない。写真占いおもろい。じゃあちょっとあと数回ドボンをやって終わりにしようかなと思います。じゃあドボンは9分30秒からします。ゴールデンタイムだ。9分30秒。あきらさん、ピアノマンさんです。ありがとうございます。空の推しのフィナンシェさん。ちょっと喉乾いちゃった。あと1枚ですよ。私お上がり、全員左押しだって。じゃあみんなやってくれてるんだね、嬉しい。じゃあ次は21分50秒からします。あと2回やります。対戦ありがとう。こちらこそありがとう。11分50秒か。これはいなかったら私ここで発表するよ。いくよ。よかった、発狂することにならなくて。ラブイチゴちゃんのふふさんです。あとセナタンのファンの方です。今日セナタンいた、行き合った、可愛かった。セナタンって150センチないんだよ。それだけで可愛いし、顔面も可愛いし。結構私はチーム B の中でセナタン結構推しですね。セナタン好き。次も上がっちゃうんじゃないの？ね、かわいいよね。セナタ何歳だろう？でもまだ20歳になってない気がする。頑張りとも。
らがスイッチね。14分15秒からします。ちなみにこれはあのスパークリング天然水の炭酸水にちょっとオレンジジュースを入れたやつです。オレンジ炭酸、味はちょっと普通です。ほい、いない、いないよ、いないから水なのに黄色いなと思った。そう、オレンジを入れたんです。ブレンドしました。ローソンで買った。なんか物足りなくなっちゃって、その今日楽屋にオレンジがあったのでオレンジにしました。オレンジ入れました。結構ブレンドするのが好きで、私リンゴジュースに炭酸水入れたりとか、なんか割るのが好きなの、割るのが好きなの。アイデア面白いでしょ。何でもブレンドしちゃう。全員ひどいファン？泣く、それは。わ、ドボンされた。じゃあ次は16分15秒からします。16分15秒。みんな終わってるかな。何を混ぜるのが一番おいしいの？あやかとあなたかな。あやちゃんとあなたかな。かな。これでいなかったら泣くよ。いる、いる。のぶさんとプリンさんです。あと奈々さん推しの方でした。ありがとう。これでラスイッチにします。いっぱい頑張りと申してくれてる。プリンさん、ありがとう。ありがとうとか優しくしてらんないよ。ラスト1枚だからね。来い。なかなか。お、来たよ。最強。ドボーンしました。ドボーンしました。ドボンしちゃった。自分でドボンしちゃった。あなたの心にドボーンですよ。はい。ありがとう、みんな。ということで、みんなもドボンされましたよね、今ので。みんなもドボンしなかった、私と対戦できなかったけど、でも今こうやってドボン食らったでしょ。だからみんなも私と一緒にドボンしたと一緒だから、一緒だから、みんなみんな対戦ありがとう。今日は
もう一回、それはまた今度。そんなに優しくしてられないや、みんなに。ちょっと厳しくしないとね。じゃあ読みます。1位しらすさん、2位ラブイチゴちゃん、3位かもちゃん、4位のぶさん、5位かっちゃん、6位ピータさん、7位ナフハンさん、8位ピアノマンさん、9位もう少しねさん、10位あきらさん、11位あやぽんあやかさん、12位プリンさん、13位スターフレットさんです。ありがとうみんな、今日はお話し会でした。インスタに写真載せるし、なんか今日ショールームで話した時に、なんかあざとくて何が悪いのに結構出たいんですよねみたいな、あざといからの話になって、あざとくて何が悪いのに出たいんですよねって、それが私の一番の目標ですって、それで目指して頑張ろうねって話になったので、皆さんも拡散してください。そしてオンラインお話し会まだ発売してるので、気になった方っていうか、これにドボンされた方は、私のこれにドボンされた方は会いに来てください。もっとドボン知ってあげます。はい、じゃあ、そうだよ、全員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 だよ。来るなら7月30日がいいかな。29日に、7月29日、私の24歳の、そう、24の誕生日なので、次の日はなんかスペシャルなことをお話し会でしたいので、それはみんなに何してほしいかっていうのをいろいろ聞いて、また考えたいと思うので、とりあえず30日はいっぱい遊びに来てください。ということで、今日はなんだかんだで1時間20分くらいやりました。ありがとうございました。今日はゆっくり寝ます。もうこの後お仕事はないのでお風呂に入って。じゃあスクショで、今日よく巻けたんだよね。今日いつもはこうウェーブで巻くんだけど、今日は縦巻きに巻けたんだけど、いい感じに巻けた。これ。あざといの？写真集じゃなくて、ファンの方が、これはプレゼントで、ファンの方が作ってくれたやつ。ウインクができない。はい、こんな感じでどうでしょうか。ではありがとうございました。皆さんまた明日ね。今からツイッターじゃなくてインスタに写真載せるので、いいねとコメントお願いします。コメント返しに行きます。バイバーイ。